1回の裏、巨人の菅野からタイガース、ワンアウトランナー3塁のチャンスを作って3番に入っている糸原が先制のタイムリーヒット。タイガースが1点をまずは取りました。ただ2回の表、ジャイアンツがランナー2塁3塁のチャンスを作って先発のガンケル、大城のこの打球が前進守備の間を抜けました。ランナー2人が帰って2対1。本当にポイントはここじゃないですか。そうですよね、はい、その後に吉川のスリーランホームラン、うん、まあ、この後ね、まあ、ガンケルが打たれたっていうのももちろんあるんですけど、その前を最初失点で抑えれたら本当に一番タイガースとしては良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、ジャイアンツは少しラッキーな部分があったかなと思いますね、はい、ただ4回の表、ガンケルの後を受けてマウンドに上がったこの浜地が岡本、亀井、丸3人を三振で切って取りました。5回の表には岩貞が上がりました。ウィーラー三振、大城はファウルフライ、菅野は見逃す三振、岩貞もゼロに抑えます。6回の表は馬場です。ランナー2塁というピンチを招きましたが、最後は4番の岡本を空振り三振に打ち取りました。ただその馬場も7回の表、このウィーラーのソロホームラン、河合さんがおっしゃっていた大きな1点がジャイアンツに入りました。これで8対1。8回の裏、タイガースがチャンスを作って4番のマルテというところ、2人目の中川、ここはサードゴロです。得点を挙げることができませんでした。そして9回の裏のタイガースの攻撃、最後は今日は7番に入っているサンズ、見逃し三振でゲームセット。8対1でジャイアンツがタイガースを下しています。